嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。週水曜土地で撮った偽物じゃありません。この前企画で僕がジャンケン勝ったんで買わせていただいた本物のやつです。タコでーす。タコでーす。完全にその手じゃん。はい、ということで本日も都市伝説に詳しいご本日デズラさんです。はい、どうぞ。すいません、今日やっていく都市伝説はマクドナルドにまつわる都市伝説ということで、おーおー、みんなもよく食べるよね。やったやん、バイト。そういえば、あ、そういや、当たりましたね。そう、僕もやってました。あ、そう、え、そうやん。絶対せえへんやん、仕事。仕事しなかったです。あの状態金髪やってました。金髪でマネージャーと戦ってました。なんだ。これが君の年です。間違えます。マクドナルドに出てくる、はい、あの有名なキャラクターのドナルドって言うんでしょ。あああが長い。あいつにまつわる年伝説っていうのを説明していきたいと思います。あいつの年伝説ありそう。ドナルドってもしかしたら知らない人もいるかもしれないんで、うん、軽くプロフィールを言っていこうかと。ドナルドの本名ってわかる？ちなみに皆さん。佐藤隆。こんな日本人じゃない。ドナルド・シュワルツネッカーじゃない。あ、違う。タオルネーターみたいな。それは違います。ドナルディ・ビンチ。レオナルドみたいになってるから。ドナルディ・ティーチ。ドナルド、それ黒ひげ。黒ひげみたい。夢は終わらねえ。おお、黒ひげがいる。ドナルド・マクドナルドなんだよね。あ、そうなの。どうじゃない。ドナルド・マクドナルドなんだけど、はい、うん、日本人はもう言いにくいでしょ。俺が甘噛みしたみたいに。ドナルドね。そう、発音しにくいから日本人が勝手にドリしちゃうということでドナルドになったと。じゃあロナルドなんだ。そう、ロナルドです。年は55歳です。意外とおっさん。55歳。あの格好してるって。え、精神に異常持ってるんですかね。ドン小西より攻めてる。やばいよ、すごい。一見ピエロみたいな見た目じゃん、うん、モデルピエロかなって思うけど、実はピエロじゃなくてクラウンっていう悪魔のモデルなんだよね、実は。あ、クラウンってそれこそピエロのあれじゃない、デッドバイの。今友達が終わりました。イットに出てくる気持ち悪い妖怪みたいなやついんじゃん。あいつもクラウンっていう悪魔がモデルになってるんだけど。あ、そうなんだ。まあ、ああいう類の。確かに似てる、うん、なんか横ピャーなってる。そうそうそう、そう。じゃあこのドナルド、今と初代ドナルドって全然見た目が全く違うんですよ。それ結構おもろいからみんなに見てほしい。うわー、見たい。昔がこれでしょ。俺じゃねえわ。俺じゃねえわ。もう妖怪じゃねえかよ。すごい。あえたじゃない。いや、それターボーです。今あなたが合ってるのは違うから。クラウンさん違うから、やめろこの握手。結構ピエロっぽくない？確かにゴリゴリだ。ゴリゴリだよ。ゴリゴリじゃない。風船持って立ってたらもうそれや。ちょっと顔白くしたらもう初代のドナルド紹介するから。はい、それがこちら。これです。いや、もう違うやんけ。怖っ。まず頭にそのハンバーガーとか入れるケースを置いてる。ああ、これもう、そう、ほら、ここにコップあるでしょ。だってしかも鼻コップでしょ。そう、鼻紙コップっていう。いや、これが初代なんだ。そう、これが初代。やばい、初代怖っ。ただこれあまりにも子供から怖がられすぎて、ね、全然人気なかったから。もうすぐすぐ撤廃で、試行錯誤繰り返して、はい、親しまれやすいような今のドナルドが出来上がったと思う。あれも親しみやすいかというとちょっとだけどな。まあでも、まあまあまあ、でもね、結構いいじゃないですか。それは噂立てられるわな。あ、そんなドナルドなんだけど、過去にね、数回訴えられたことがあるんだよね。今日は2つ紹介していこうと思うんだけど、うん、1つ目がネズミの肉を使用しているんじゃないかっていうことで訴えられたの。それを訴えた相手がなんと世界的にあの有名なミッキーマウス。え？え？っていう。どういうこと？ミッキーマウスがこんなにね、ハンバーガーを大量に作ってるのに、うん、その牛肉使えるわけないでしょっていうことで、ネズミの肉を使っているだろうっていう訴えたんだよね。絶対嘘でしょ。そう、ジョークです。意味がわかんない。あ、ジョークだ。そう、なんで、なんでミッキーが訴えるって意味が。そう、これマックとディズニーランドが結託して作ったジョーク。コラボって。
そう、コラボみたいな。なそれディズニー何のええこともないやんそれ。でも何がすごいって、このジョークのために実際に裁判も行ってしまったから、信じる人がもう世界中で増えてしまって。どんなジョークやん。そう、やばすぎる。これガチだろっていう人がもう世界中で。いや、ガチ。裁判したらもうガチだな、金。だからもうここにちょっともうアメリカ人のこのジョークにもスケールがでかいっていう、そういうところが垣間見えるというかね。二つ目が2010年に非営利団体から訴えられた内容なんだけど、ドナルドは高カロリーな不健康な食品を子供たちに促進してるから、ドナルドっていうキャラクターやめなさいって言われた。え、何全部ドナルドのせいにされてるの。やってるな、もうマックマックを訴える全責任 CEO でしょ。最高責任者最高責任者あんなやつ55歳だ。かわいそすぎるやん、さすがに。あ、あれもあれか、全品ポテト150円。あれが、でもやばい。あれもさすがにある。定期的にやってるけど、あれもさすがに都市伝説ある。あ、でもね、その話もあります。嘘でしょ。あれ150円定期的に来るじゃん。あれになってる時ってマックの売り上げが著しく落ちてる時なの。ああ、そうなの。落ちてる時やん。落ちてる時にそれやって、ポテトを買うついでになんかジュースとかハンバーガーとかも買わせるみたいな。あ、あんのそれ。そうそう、そういう話がある。え、適当に言ったらあるぞ。君すごいね、対応力。相変わらず情報量がいい。半端ない。ドナルドっていうキャラクターやめなさいって言われて、これに対してマクドナルド側は、マックってマクドナルドパーティーとか、マクドナルドエクササイズとか聞いたことある？ない。健康のために実際にマクドの店舗に行って、子供たちと一緒に健康のために運動するみたいな、そういう活動もしてると。あ、そうなんだ。だから健康面には気を使ってるから、キャラ引退なんて受け付けませんと。聞いたことない、聞いたことない。あの、日本でも実際に今でもやってるからね。え、そうマジで。で、ちょっとここで話変わるんだけど、ドナルドってさ、昔結構 CM 出てたじゃん。あ、さっき、あれね、わかった。なんだっけあれ、なんだっけあれ、ランランルー。あ、あ、そう、ランランルー。あ、まあランランルーはまあ後ほど紹介するんだけど、最近 CM 全く見なくない？ドナルド。確かに見ない。全然いない。最近この出てないのは、この騒動が発展しすぎてしまった結果、 CM 出れなくなってしまったんじゃないかと。こんなとばっちり。かわいそう。え、なに、ドナルドの今日は悲しい回なの？どんだけとばっちり受けた悲しい回なの今日は。マクドの前でこんなやつ立てんのよ。さっき言った正義のランランルーなんだけど、うん、これ CM でも言ってるね、うん、ランランルーって。このランランルーは実は恐ろしい悪の呪文なのではないかって言われてる。そうなの。そう、まあランランルー知らない人がいるかもしれないんで、僕が試しに実践してみましょう。僕あんま知らないんですよ、ランランルー、はい、ちょっとやってもらっていいですか。ドナルドは嬉しくなるとついついやってしまうんだ。みんなも一緒にやってみようよ。いくよ、せーの、ランランルー、ラン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 、あーあー、叩きたくなるね。でも叩きそうだった。外国のマックの CM でドナルドが人を襲うっていうやつがあって、え、その動画ね、YouTube で見れます。おお、見ましょう。見た。じゃあそれがこちらです。ちょ、怖すぎて。後ろから来てます。めっちゃ怖いし、めっちゃ低めから来てるやつ。え、ほぼ貞子。怖っ。で、この CM を見た子供がもうドナルドは怖いもんだっていうイメージがついちゃって、で、あと嬉しくなるとついついやってしまうっていう、このやってしまうのやるが、この殺すの方みたいな話がどん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 怖い方に膨れ上がって、はい、このランランルーは死ね、死ね、消えろという意味なのではないかって言われてると。はぁ、めちゃめちゃ怖いな。それは気持ち悪いですね。そう、もう実際にこれを CM 流してるっていうところがまた闇を感じるというか、うん、そうだね。そう、なんか裏ありそうだなみたいな。うん、まあそんなマクドナルドなんだけど、マクドナルド実はフリーメイソンと繋がってるんではないかって言われるんだよね。いや、それはないでしょ、さすがにね。マクドナルドさ、はい、ロゴがあるじゃん、うん、はいはいはい、はい、あのロゴを45度に傾けると、うん、ある数字になるんですよ。あ、そんな、だってあれじゃない、山だけ3でしょ、 M2 3だよ。そう、うん、あれマクドナルドって、うん、こう下にも棒みたいなのがあって、はいはい、こうやると悪魔の数字13になる。うわ、えぐっ。で、さらに言っちゃうと、さっきも言ったけど、モデルは実はピエロっぽいけど悪魔。うわ、悪魔の数字。そう、そんなマクドナルドが今現在世界中でもう展開してるわけよね、うん、世界中にあるわけ、マクドナルド、うん、もしかしたら彼らの試合はすでに始まっているのかもしれません。かっけえ。信じるか信じないかはあなた次第です。怖
こいいな、かっこいいな、いいかっこいいな、上手くなってる最近支配は始まっているのかもしれない。やばということで、グテズラすごかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ランランルーン好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分が許せない。